ジョージ・マクレラン、ジョージ・ブリントン・マクレラン、1826年12月3日から1885年10月29日は、アメリカ合衆国の軍人、政治家、南北戦争中の北軍の少将として、有名なポトマック軍を編成し、1861年11月から1862年3月までの短期間、北軍の最高司令官を務めた。背が低かったため、 兵たちからは、リトルマック、新聞などからは、当初、若きナポレオンと呼ばれていた。しかしあと、ターディ・ジョージ、つまり、ノロマのジョージへと変化する。フィラデルフィアにおいて、ジェファーソン医科大学の創設者である著名な、眼科博士の、第三子、次男として生まれた。母親のエリザベス・シュタイン・メッツブリントン・マクレランは、ペンシベニアでも著名な家の出で、 かなりの優雅さと気品を持ち合わせていた。夫妻には、フレデリカ、ジョン、ジョージ、アーサー、メアリーの5人の子供がいた。祖父は、アメリカ独立戦争時の将軍、出会った。1840年、マクレランは13歳で、ペンシルベニア大学に入学し、法学を志した。2年後、目標を軍人に変更する。父親からジョン・タイラー大統領へ手紙を書いてもらい。 1842年に、ウェストポイントに入学したが、これは、入学基準の16歳以下でのことであった。ウェストポイントでの士官候補生マクレランは、精力的な野心家であった。デニス・ハートマハンに深く支持し、アントワーヌ・アンリ・ジョミニの戦略理論に興味を持った。南部の両家出身の学生である、J.E.B. スチュアート、カドマス・ M. ウィルコックス、A.P. ヒルラと親交を深めたことは、 マクレランに南部への同情心を与えることとなった。絵を描く能力でに劣っていたために、1846年59人中2番の赤字で卒業した。卒業後は将位に名誉昇進し、陸軍公平司令部に着任した。マクレランの最初の任務は、ウェストポイントで結成された公平中隊であったが、すぐに米北戦争に従軍するよう命令を受けた。 1846年10月、2連式の散弾銃、2丁のピストル、サーベル、冷蔵用配当、防衣ナイフを装備してリオグランデ川の河口に到着した。アメリカ軍は9月にモンテレへの戦いで勝利していたが、マクレランはそれに間に合わなかったことが不満であった。ザカリー・テラー将軍の部隊の一時的な休戦の間、マクレランはセキリと マラリアに罹患し、およそ1ヶ月を病院で過ごした。マラリアはその後も再発し、彼はそれをメキシコの病気と呼んだ。復帰後は、公平士官として勇敢に戦い、頻繁に敵の砲撃を受け、コントレラス、チュルブスコ、ジャプルティペクでの功績で注意に名誉昇進した。彼は、父の親友であった、ウィンフィールド、スコット将軍のための偵察任務に従事した。 マクレランの戦場における経験は、後の南北戦争及び政界での様々な出来事に影響を与えた。スコット将軍が軍事作戦において政治的な均衡を保つのに成功したのと、侵攻した都市の住民と良い関係を築き、市民の財産への損害を最小にするため、兵に厳しい規律を守らせたのを目撃したことで、正面からの攻撃に対して側面に位置すること、スコットが セルロ、どの戦いで使った戦術及び包囲戦、ベラクルス包囲戦の価値を学んだ。そして、義勇兵と士官、特に規律と訓練を好まなかった、政治家を軽蔑するようになった。南北戦争の初期、マクレランは北軍の部隊を訓練し、組織化された軍隊とするために重要な役割を果たした。彼は計画と準備において綿密であったため、 戦闘において素早く変化する相手の奇襲攻撃能力を着実に封じ込めた。また彼はナポレオン時代に比べて兵器が進歩し攻撃側が著しく不利になったことを知っていたため少しくらいの戦力差では無謀な正面相突撃をしなかった。そのためほとんどの将軍が幾度となく敗北を喫したロバート・イーリー将軍に勝利または大損害を与えることができた。 1862年の半島戦役において、マクレランは、南軍のジョセフ・ジョンストン、ついで交代したリーと戦い、7日間の戦いで、リーの軍に、ジグにより、多くの損害を与えることに成功した。そして、首都要塞攻略が可能なほど戦力差がないことを、冷静に判断し、連合国首都の立地問答を占領せよという、合衆国大統領。 エイブラハムリンカーンからの無謀な要請を放棄して軍を引き上げた。リーの北部侵攻によって起こった凄惨なアンティータムの戦いにおけるマクレランの働きはリーによるメリーランドへの侵略を阻止したが兵力の不利を地の利でカバーするリー相手には同程度の損害を与えただけで北バージニア軍を壊滅させることまではできなかった。ただ、これは リーと戦った北軍の将軍たちが常に兵力で勝っていたにもかかわらず繰り返し敗れていたことユリシーズ・グラントでさえ倍近い兵力でリーに当たったにもかかわらず幾度も敗れているからすれば驚異的な勝利であるさらにアンティー・タムの勝利は政治的にはリンカーンの奴隷解放宣言を表に出す絶好のタイミングを与えた連敗した状態だと奴隷解放宣言は 苦しまぎれの策、ひいては北部は劣勢だと内外に思われる危険がある。ため、どうしても勝った後に宣言を出す必要があった。しかし結果として、戦闘中の統率力をリンカーンに疑問視されたため、マクレランはまず最高司令官の職を、ついで、ポトマック軍の指揮官職も解任された。リンカーンはマクレランについて、彼は自分自身と戦うことができないなら、 他の者を戦わせる準備を行うのに優れていると語った。にもかかわらず彼はポトマック軍の中でも最も人気のある司令官であった。マクレランはリンカーンからの信頼をつなぎ止めることにも失敗し、苛立たしいほどに最高司令官に服従しなくなった。解任された後のマクレランは1864年の大統領選挙で、 リンカーンと争う民主党指名候補になったが、敗れた。民主党は戦争の終結と連合国との交渉を公約した反戦の政治要項を掲げたが、マクレランは彼の戦役の有効性へダメージがあるとして、これを否定せざるを得なかった。終戦時、マクレランは家族とヨーロッパに行八百8 6 8年まで戻らなかった。帰国時に民主党は再び彼を 大統領選の候補者とすることに関心を示したが、グラントが共和党の候補となることが明らかなると、立ち消えとなった。彼は、ニューヨーク市の土木工事計画に取り組み、新たに創設されたカリフォルニア大学の学長に、押された。1870年には、ニューヨーク市ドック部門の技師長に任命された。1872年にの社長となったことから、 その職務は常勤である必要がなかったことは明らかである。1873年から1875年まで、また家族でヨーロッパに滞在した。1877年3月、マクレランはニューヨーク州知事のによって公共事業の第一監督者に指名されたが、同州上院に不適格として拒絶された。 同年、民主党によって、ニュージャージー州知事に推薦されたことは、その職に関心を示していなかった、彼にとって驚きであった。推薦を受けたマクレランは選出されて、第24代ニュージャージー州知事を1878年から1881年まで一起、務め、注意深く保守的な行政管理と政治的縁婚を最小限に抑えることで特徴づけられた。政治経歴の最後は、 1884年の大統領選挙でグロバー・クリーブランドを強力に支持したことである。敵役として戦争長官としての入閣が見込まれたがニュージャージー州の政敵によって阻止された。晩年は半島戦役と南北戦争の間の自らの行動を擁護した回想録、1887年に主語出版されたなどの執筆と旅行に専念した。 数週間共通に苦しんだ後、1885年10月29日午前3時、ニュージャージー州で58歳で急死した。最後の言葉は、今は楽に感じる。ありがとうだった。死後、ニュージャージー州トレントンのリバービュー墓地に葬られた。息子のジョージ・ビーマ・マクレラン・ジュニアは、家族の最初のヨーロッパ旅行中に、ザクセンのドレスデンで生まれた。家族からは、マックス。 と呼ばれた。彼は、ニューヨーク州選出の大義士となり、1904年から1909年まで、ニューヨーク市長を務めた。娘のメアリー、メイ、1861-1945は、フランスの外交官と結婚し、生涯の大半を海外で過ごした。マクレランの妻のエレンは娘を、アンティータム層に訪れている間に、ニーズで死去した。 マックスもメイも子供を設けなかった。現代の歴史家のほとんどは、マクレランを戦場の将校としてあまり評価していないが、それでも少数の歴史家は、マクレランは極めて有能な司令官であり、逆行のスケープゴートを必要とした、リンカーン支持者の手による不公正さによって、彼の名声が貶められたと主張する。外国人から見れば、リートの戦闘スコアからマクレランが有能な、 将軍である子は明白だが、アメリカ人の大統領 B キ大統領となったグラントより優れた将軍が、同じ北軍にいるなどということは認められず、歴史に名を残す偉大な大統領であるリンカーンに、逆らい選挙でそうた相手が、有能などとは許容できないということが、これほどまでに、マクレランを低く評価をしようとする理由の一つとなる。また歴史家は、軍人ではないため、 将軍の能力を見る目を持つ者は少ないというのがもう一つの理由となる。実際、マクレランは野戦指揮官及びオーガナイザーとして極めて優秀な人物であり、基本的には少数の正規軍と州兵、それに多くの観光気分で入隊した当初この戦争は数ヶ月で終わると思い入れていた志願兵の寄せ集めであったポトマック軍を曲がりなりにも、 北バージニア軍に対抗できる軍に鍛え上げた功績は大きい。そして彼は自分が精魂込めて育て上げた軍隊を無駄に使い捨てることはせず、さらに訓練を施したり、将兵の待遇を改善したりとその軍隊を磨き上げた。そしてこれが第二次ブルランの戦いで改装状態にあったバージニア軍を驚くべき速さで回復させ7日間の戦いや、 アンティータムの戦いで勝利する原動力となった。そのおかげで軍の将兵には大変好かれていたが、リンカーン大統領には、もし、マクレラン将軍がポトマック軍を使う気がないのであれば、少々がしてもらえないだろうかと皮肉られること、なってしまった。マクレランの戦場に赴くまでの消極的な式ぶりが、個人的武勇の欠如の由来ではないことは、彼の米国戦争や、 南北戦争初期のウェストバージニアでの活躍を見ても明らかであり、南北戦争を専門とする歴史家のなどは、彼が手塩にかけて育てた兵たちを戦場で失うことを極度に恐れたからこそ、戦闘を避けようとしたり、実際戦闘になった時は消極的になってしまったのはないかと分析している。シアーズ曰く、マクレランは事務的な物事を取り扱う召喚としては最高であり、 戦略などを立案する将軍としても活躍できただろうが実際戦場で兵を指揮するような立場は完全に向いていなかったとしている。しかし、リッチモンドを目指して南部に侵入した北軍がことごとく破れて追い返されていることでわかるように東部における初期の南軍は強力で海上封鎖で弱らせてからでなければとても打ち破れる相手ではなかった。このことからすれば リッチモンドを目指して突進するのではなく、敵の兵力をすり減らし、北部への侵入を確実に阻止するマクレランの戦い方は消極的なのではなく、戦況に合った戦い方を適切に選んだものと言える。このように、マクレランの評価は明快なカテゴリー以下を難しくしている。戦後、マクレランを将校として評価するかと尋ねられた、グラントは、マクレランは私にとって、 戦争の謎の一つだと答え、グラントを戦闘でことごとく打ち負かしたリーに勝ったマクレランがなぜ早期に解任されなければならなかったのかはまさに謎である。また傭兵家として南北戦争で最高の名声を得たリーは北軍で最高の将軍は誰かと尋ねられた時にマクレランだな、文句なしにと即答した。一般の民衆や歴史家そしてリンカーンには どれだけ兵を移動、突撃させたかでしか将軍を評価できず、天才を理解できるのは天才だけということである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。